んこんばんは、マギリです。はい、ということでね、今回ね、韓国に5泊6日で来てたんですけど、まあソウルコンがメインで、でまあちょっと色々と予定がありましたので、今回珍しくもこんな長い渡韓だったんですけど、まあその渡韓でね、やっぱり必要になってくるのが宿でございます。でね、今回宿に選んだのがこちら。はい、見てください。今回ですね、レジデンスっていうねタイプの宿にやってまいりました。あ、韓国いる間に染めました。でね、このレジデンス何なのって感じなんですけど、まあ日本で言えばウィークリーマンションみたいな感じですかね。なんでね、こちら普通にソファーがあるじゃないですか。結構綺麗なソファーですよ。で机があって、でこっちの方にはテレビがあって、で一応内線ですね、内線の電話があって、でこっちの方には鏡、まあ化粧台ですね。でこっちの方行くと電気つけ、はい、見てください、キッチンがあるんですよ。でここの方にね、韓国ってなんかわかんないんですけど、キッチンに洗濯機あるんですよ。普通に洗濯機、まあ、あとは冷蔵庫、だからここで料理もできっていうような感じですね。ほら広いでしょ、広いでしょ。でこっちの方に、はい、シャワールーム、トイレですね、鏡があるっていうような感じです。でもこっちの方はね、まあ、何も入ってないんです。あ、トイレットペーパー入ってた。こっちの方は何も入ってないんですけど、一応中がねこういう感じで物が置けるようなタイプでございます。で一応ここに洗面台あって、でレジデンスとかでもあんまりね、そのタオルとか置いてるとこって少なかったりもするんですよ。ホテルとかゲストハウスとかはねたまについてるんですけど、レジデンスで前回行ったところはねなかったんですよ。でもこちら見てくださいよ、ほらバスタオルあるし、ちっちゃいタオルもあるので、ここにね使ったもの入れておくんですよ。でそしたらもうここのスタッフさんが本当にホテルみたいな感じでここ取り替えて新しいの持ってきてって毎日してくれるんですよ。で玄関がこういう形ですね。あ、ゴミはごめんなさい、見ないで。でこちらの方にこうやってねピンポンがあって、ピンポンもできるし、こういう感じでほら、あっ、このタイプの鍵なんですよ。韓国このタイプマジで多いんですよね。はい、これで入れるんですよ。もう今のでもう閉まりました。もうこれでもう向こう側からは開けれないことになってます。はい、なんで、ね、レジデンスっていうのは本当にホテルとは違う、ホテルにはキッチンとかないじゃないですか。で前紹介したゲストハウスだともう本当に寝るだけの場所で、キッチンとかお風呂、トイレとかは全部共有なんですよ、そこのゲストハウスに泊まる人がね。あとテレビとかリビングとかも共有になってきますね。本当に寝るだけって感じでした。でもレジデンスは本当にこういう感じで、で一応ここインターホンあるんですよ。で部屋にピンポンあって、押してピンポンってたらここで人が出て、あ、どうぞみたいな感じでできたりとかするんです。でこちら見てください、ロフトがあるんですよ。ロフトなんで、ね、ロフトの方にちょっと行ってみましょう。もうね天井が低いんだよね。はい、ロフトです。こういう感じですね、ロフトはベッドがあってって感じです。あ、これ僕使ったんで、もうできるだけ来た時のような感じにしようと思ったんですけど、ちょっとシワとかね、だから来た時はちゃんとベッドメイキングされてます。で一応もういろんなところにね電気とかあって、もう結構快適よ、ここほら寝てみたいな、青ひげがすごいみたいなね、本当にねここ快適なんですよ。ブッサイクだなー。まあこのまま喋りますね。今回はですね5人部屋ファミリータイプで通らせていただきました。まあなんでこんな広いところに住むかって言いますと、もう理由はもう本当に自分の家みたいな感じで使えるっていうのと、まあファミリータイプの理由は、まあ、クロさんとかおたかつで一緒にこうみんなで泊まろうよって言って、まあ宿とかも一緒に泊まれば安くなるじゃないですか。なんで一緒に泊まってもう自由に使うみたいな。でね、こちらファミリータイプで、一応ベッドが2人用のね、ダブルサイズのベッドがあって、こだからここに1人、2人。で、そしてここに1人。で、下の方にですね、はい、こちら、階段の真下の方ですね。まあ、ハリーポッターの部屋みたいな感じのとこがあるんですけど、まあ、こちらの方を開けるとですね、布団があるんですよね。まあ、ちょっと使っちゃったんで、ちょっと汚いんですけど、ここが一応ロッカールームみたいな、服かけたりとかもできるんですけど、基本的にこれを全部出して、まあ、こんだけ広いですから、ここに布団敷いて、枕も3つで、上に3つなんで、6人、今回泊まれるっていう部屋をお借りしました。いや、めっちゃいいでしょ。で今ちょっと時間が朝の4時前とかなんですけど、隣の音とかも全然気になんないし、でこっち見てくださいよ、開けますよ、じゃーん。もう反射してもう自分の顔とかしか見えないけど、見てください、夜景が素晴らしいんですよ。見えるかな、ちょっと電気消せば見えるようになるかな。ちょっと電気消しました。わかる？こちらですね、ソウル駅目の前なんですけど、そこにあるお散歩コースみたいなところがあるんですよ。この青いライトの部分の、これ高架歩道なんですけど、これがなんと約1
キロ続いてるっていうね。だから夜景も素晴らしい。今夜中だからそんなに周り電気ついてないですけど、結構ね8時とか9時とかなるとね綺麗なんですよここで。ね、さっき言った通りこちら立地がやばいんですよ。ソウル駅のですねもうすぐ目の前、ロッテマートが横にあるんですけど、もうロッテマートのもう出たら目の前なんですよ。で場所が本当にいいんですよ。もうミョンドンとかも、まあ、電車で1本ですし、ホンデも電車で1本です。でまあタクシーで乗れば本当にミョンドンなんて5分ぐらいで着くし、500円もかかんないぐらいで着く距離でしたね。なんで今回選んだ理由の一つは立地が最高っていうとこですね。はい、ということで、ね、今回はレジデンスっていうね珍しいタイプになるのかな、ホテルであったりゲストハウスが多いんですけど、レジデンスは今回で2回目かな。めちゃくちゃいいんですよレジデンスで。しかもここのいいところがですね、こちらわかります、これ、こちらでチキンとチゲ鍋とかですかね。もうこちらね内線の電話あったじゃないですか、注文できちゃうんですよ。だから出前が取れちゃうっていうね、まあ、出前取りたいってなってもさ韓国語だから難しいじゃん。だけどここのスタッフの人が日本語全然使える人が多いんで、これで電話してすいませんこれとこれを注文お願いしますって全然日本語で言えば、あ分かりましたってことでそこの部屋に持ってきてくれる。もうあとはもう普通に出前お金渡して入ってもらってここで食べることもできるんですよ。で自分ねこちらチキン1回頼んだので、そちらの動画もねあげるかと思います。ぜひそちらの方見てください。でねこちらのレジデンスなんですけど、1階の方にねカフェがあるんですよ。取ってきましたのでぜひそちらの方ご覧ください。はい、ということでね、まあこちらのレジデンスなんですけど、なんと1階の方にですねこうカフェがあるんですよ。カフェこちらも同じ経営されてるってことなんで、同じレジデンスのねこうなんで行ってみましょう。てか見てサインなんかいろいろありますけど、もう一番これじゃないですか。わかります、ガッツセブンのジャクソンです。すごくないですか。何がいいかな、グリーンティーフラペチーノいいな。よいしょ、じゃあいよー、あにゃーせよー、グリーンティーフラペチーノね、花ちせよー。まあ待てば行きます。はい、ということでね来ました、抹茶フラペチーノですね、グリーンティーフラペチーノ。チャレもっけそうにだ、うん、フラペチーノってより抹茶ラテ、氷がない、美味しいには変わりないんですけど、スタバとかでもそうなんですけどクリーム食べたくなっちゃうんですよ。これって汚いんですかね世間で言うと。あめめめめめ、いやでも本当に美味しいです。飲み物だけじゃなくてもサンドイッチとかいろいろあるんで、朝ごはんとかちょうどいいかもしれないですね。だから朝ここで食べて出るみたいな、なんかコンビニとかもあるんですけど、コンビニだとなんかもったいないじゃないですか。ここで朝食べるっていうのもありじゃないかなって思います。なんかずっと K-POP 流れてるんですよね。そしてはい、ということでいかがだったでしょうか。こちらレジデンスめちゃくちゃいいです。なんでね、まあ本当に家族で来るとかってなったら全然ここ使ってもいいし、もう本当に友達とおたかつするぞってなった時にもここ全然いいで、今回は本当ファミリータイプなんですけど、あとは全然スタンダードタイプ1人から3人とかの部屋とかもあるんで、そちらを使いたいっていう人は全然使ってもいいかと思います。で、気になるところがお値段なんですけど、スタンダードルームがですね3名までで1万1000から1万7000円ぐらいですね、日本円でですよこれで。4名までのデラックスルームっていうのがあるんですよ。でそちらが1万3000から1万7000円ぐらいで、こちらのファミリータイプはさっき6名って言ったんですけど5名までらしいです。で今回も自分5名で予約してたんで、今さっき布団が3つあったから6名でちょっと勘違いしてたんですけど、一応5名までのファミリータイプが1万7000から1万9000円で、5名以上のご宿泊の場合はプレミアムファミリールームっていうのもね用意してあるらしいです。今1万7000から1万9000円とかなんか微妙な数言ったじゃないですか。その理由はですね、その部屋の料金がオフシーズンオンシーズンによって、もしくはもう曜日とかによって異なってくるらしいんですよ。だからその都度こう連絡取って、まあ、ネット注文の時に値段を見るっていうような形になると思います。なんでぜひそちらの方を確認して皆さんねご宿泊の方を検討してみてください。でも1万7000で今回泊まらせてもらったんですけど、1万7000をさ5人で割るじゃん、今回5人だったんですけど、
それ3400円だからね、全然普通じゃない？なんかゲストハウス前回1800円ぐらいだったんですけど、それのクオリティでさ、あれで我慢するカプセルホテルみたいなさ、まああれはあれでいいんですけど、あのカプセルホテルみたいなところでちょっと周りもさ無法地帯っていうか、隣の人とか全然部屋入ってこれるから、勝手にそういうところで一泊我慢して泊まるより、ホテルとかよりかはちょっと安いぐらいって考えて、で部屋ごとの値段なんですよこれ。ホテルみたいに人数で1人いくらいくらっていう感じじゃなくて、この部屋をもう1泊1万7000円から1万9000円で貸しますよみたいな形なんで、それ考えたらこうみんなでお金出しちゃって割るって考えたら全然安くないですか、1泊3400円で。で場所もいいし、施設は整ってるし、もうセキュリティも安全ですよ。なんでそれ考えたら全然ありだと思います。じゃあこれスタンダードタイプって考えましょう。1万1000円でしょ、1万1000割る3はだいたい4000円弱ですね。4333円とかになってくるんで、ちょっと高くはなるんですけど、だとしても全然このクオリティだったらいいかなって思います。はい、ということでね、今回私が泊まらせていただいたのは SA ソウルレジデンスさんで泊まらせていただきました。いやね、ぜひ皆さんもね、韓国に来た時にどこ泊まろうかなとか悩んだ際には、ぜひこちらの動画をね参考にしていただければと思います。でこちらの SA ソウルレジデンスさんなんですけど、他にもですね、いろいろとツアーであったりとかもいろいろ用意してあるらしいんですよ。で今回自分はメイクアップツアーっていうねツアーと、チャーターツアーインソウルっていうねツアーを今回行ってきたんですけど、それもねめちゃくちゃいいんですよ。まあそちらもねちゃんと動画撮ってますので、そちらの方も後日紹介したいと思いますので、ぜひご覧ください。でこちらの SA ソウルレジデンスさんの URL 下の概要欄に貼ってますので、ぜひそちらの方ご確認してみてください。ということで今日の動画はここまで。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね。